皆様こんばんは。そして皆様お元気ですか？ペルシアンと申します。今回の夕食ですね、オムライスを作りました。やっぱりね、オムライスってね、やっぱり難しい。俺何回もね挑戦してるけどね、やっぱり卵の形がねうまく決まらない。見てください、なんか形がなんかできそこないね、オムライスになってしまいました。本当に申し訳ございません。本当はね、なんていうかこういうね、形ありますよね。ああいう風に綺麗にやりたかったんですけどね、なかなかね、火加減とかが難しくてね、なかなかプロみたいにはできませんでした。はい。大変申し訳ございませんでした。今度もね、ちょっとね、腕を磨いてね、頑張りたいと思いますのでね、その辺よろしくお願いします。で、今日はですね、またね、いつものね、白色のやつでございます。ね、こちらですね。はい。で、早速、開けたいと、開封したいと思います。うまい。ちょっと今回ちょっと泡が多かったで、あちょっとこぼっちゃいましたけど、ちょっとこぼっちゃいましたけど、ね。はい。またね、洗いますのでね、ちょっとね、今回ちょっと、ね、8分に起きましたからね、この辺でちょっとね、ご愛嬌ください。ね、明日もね、お仕事ね、日曜日ですがね、頑張る方はね、体調整えて、そして今のご時世にね、負けないで頑張ってください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。大変短い動画ですが、この辺で失礼させていただきます。本当にありがとうございました。ペルシアンでした。